こんにちは、URETV です。ご視聴ありがとうございます。本日は禁煙のお話第2回目、10日間経ちました。10日間の禁煙で感じた点なんかをお話ししていけたらなと思ってます。最後までご視聴よろしくお願いいたします。辛かったのかと言われると、まあ辛い時期も多少はあったかなとは思いますけれども、もう辛くて辛くてどうしようもないという感じではなかったですね。その間に使ったアイテムなんですけれども、ニコチンガムオンリーですね。でニコチンガムもですね、1週間ぐらいで全部なくなってしまって、1箱10個入りの2箱なんで20個、7日間ぐらいで20個かじってしまったんですけれども、それ以降はですね普通のガムを噛んでます。もう1週間過ぎたぐらいからニコチンを体が欲してる感じはないので、普通のガムで全然大丈夫です。今まで僕の場合は約30年間、ちょっと年齢からすると学生時代から吸ってたのかっていう話になっちゃうんですけど、まあ吸ってましたけれども、30年間ぐらい、まあ途中禁煙してる時期もあったんですけど、30年間ぐらい習慣として喫煙がありましたので、ご飯を食べた後、朝起きた後、夜寝る前、トイレに行った後、まあとにかく何かするたびに、あ、ちょっとタバコ吸おう、今でもそれは残ってますね。なのでその習慣をちょっと変えていくのがいいと思いますね。ご飯食べた後はすぐコーヒーを入れようだとか、起きた後はタバコを吸おうじゃなくて1、2分でもストレッチをしてみようだとか、今までタバコを吸っていたという習慣を他のことに変えることで気持ち的にはちょっと楽になるんじゃないかなと思います。で僕が一番助かったなっていうのがコーヒーですね。コーヒーを飲んでる時はタバコを吸いたいなっていう気持ちが全くなくなるんで、コーヒーを飲むとタバコを吸いたくなるとかっていう方もいらっしゃるようですけれども、僕の場合はですね室内での喫煙はしていなかったので、コーヒーを飲みながらタバコを吸うという習慣がなかったので、もう別物イコールタバコというふうにはならなかったので、そこが良い点だったかな。入れていきます。まずこんなもんかな、半分ぐらい、半分ぐらい入れてみませんか。飲む半分ぐらいで先にいいんだよね。あれ温まってない。蒸気が出ることを確認して泡立てます。この中ですね、寄らなくていい、寄らなくていい、寄ってもいい、パチーっと音が大事ですね。で回す感じ、僕今左手で持って右手で押さえてる感じですけど、右手はこれミルクの温かさ、だいたい60度とかって言いますけど、確か違ったかな、なんで暑いかなっていうぐらいの温度、暑い暑い暑いっていうぐらいまでの温度ぐらいでやめときます。でこれぐらいでミルクやったら触れる温度です。触れる温度です。あと次エスプレッソ入れていきます。なるべくこの時にこの高い位置から落ちるんで変な大きい泡入るんで、カップとこの注ぎの先っちょ近づけた方がいいと思います。そうすると綺麗なエスプレッソの泡、なんていうのクレマ、クレマ、クリマ、クレマ、ちゃんと勉強してからやっていただきたい。まあいいんです、いいんです、いいんです。はい、こんな感じでできたら
で、この、次にこの牛乳ですね。泡立てた牛乳の余分な泡、取ってきます。あんまり取りすぎるのも良くないし、まあ、何回かやっていいなっていうのは多分自分的に分かると思います。表面の粗い泡を取るんですよ。うん、そうですね。そうですね。その通りです。で、入れていきます。映ってますか？はい、OK です。いきます。こう、まず回して、対流を作って、あとは振って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 、ちょっとちっちゃいハートになりましたけど、まあでも、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。ハートですか？レイヤーハートですね。はい。そんなわけでまだ10日間ですけど、まだちょっと吸いたいなっていうのは人間なんでね、僕も全然強い人間じゃないし、すぐ流されますし、まあそれはそれでいいと思ってますけど、今後も継続していけたらなと思います。次1ヶ月後ぐらいにまた動画上げたいと思います。釣り動画がメインのチャンネルなんですけれども、ぜひチャンネル登録してください。最後までご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。